本郷通りは東京都千代田区神田西区町及び内神田の神田橋交差点から北区滝野川の飛鳥山交差点に至る道路の通称である。全線が東京都市計画道路幹線街路放射台10号線の一部である。文京区本郷を通ることからこの名が付けられた。国道17号線内は都内で震度6弱以上が観測される地震が発生した場合、 発生直後は緊急自動車専用路となり、その後緊急交通路となる。国道17号線内は、中線道、都道455号線内は、日光なり街道の道筋である。現在でも、国道17号の一部区間が、中線道と呼ばれ、本郷通りの延長線上にある国道122号の一部区間が、岩月街道と呼ばれている。各区間の法的名称は、 以下の通りである。千代田区神田西基町文京区湯島一丁目湯島、聖堂前交差点、東京都道403号大手町湯島線文京区、湯島一丁目湯島聖堂前交差点文京区、八よ1丁目、国道17号文京区八よ1丁目北区、滝野川二丁目飛鳥山交差点、東京都道455号本郷赤羽線なお、 千代田区神田西区町以南の都道403号は日比谷通りと呼ばれる。路線上の東京都北区西ヶ原に西ヶ原一立家があり中央分離帯に保全している。西ヶ原一立家は日光五条道二里目の一立家として江戸時代に設置されたもので大正時代に撤去されかけたが渋沢栄一らを中心とする地元住民の運動で保存された。ありがとうございます。